私たちは、担当をもし持っているならば、それを切り捨てるようなイメージで、パスを出します。今までのパスは普通にバウンドさせて反射させると、それを回転量との調整で止めたり伸ばしたりすることができます。このパスをしたいモーションを整ったら、肩を落としてボールを引っ掛けるようにすると、初速が速く摩擦でブレーキになり、ボールが止まって相手の胸に行くというパスができます。普通のモーションで投げますと、ボールが浮き上がってしまい、実用的ではありません。肩を落とし、ボールを急に引っ掛けるようにしてブレーキを立てると、初速は速いけど摩擦により胸で止まるパスができます。肩を落として肩甲骨を柔軟に使い、一気に引っ掻いてパスを出します。